皆さん、モンチャリットです。今回はですね、ちょっとアップ遅くなって申し訳ないんですが、月刊漫画売上ランキングトップ20ですね。こちらも超久しぶりにやっていきたいなと思います。こちらね、やるの実はもう半年以上ぶりとかでした。もう前回やったの9月とかなんで、8月のランキング2021年のやってからずーっと上げてなかったんですけれども、最近、私のチャンネル結構漫画系まで動画力入れてまして、週刊漫画売上ランキングね、毎週土曜日アップしたりするんですけど、今回は月刊漫画売上ランキングという、3月ですね、先月の、漫画売上先金別のランキングトップ20ですね、紹介していきたいなと思います。こちらね、毎月今後はやっていく予定ですし、あとはおすすめ漫画ランキング、それもね、漫画系の動画より充実させていこうと思ってますね。ぜひね、漫画好きの方、チャンネル登録いただけると嬉しいです。ということで、早速ですね、まず20位からの紹介していきたいと思います。まず20位です、20位。ゆるキャンという子ね、こちら推定売上部数222,547部というところね、ゆるキャン、僕ね、売れてるのはしてたんですけど、めっちゃ売れてるなって感じのイメージですね。最新刊13巻の方が3月10日に発売されてますんで、今回期間がですね、3月の売上ということで、集計期間2月の28日から4月3日前という感じになってね、完全にその期間に入っているわけですけれども、こちら20万部超えというところでね、素晴らしいですね。ゆるキャンに関しては映画が今年の4月1日に全国ロードショーというところね、いろいろと不安があるんですけど、映画も僕もひとまず見に行こうとは思ってますね。どんな感じかまたね、そちらもレビュー動画あげようかなと思ってますし、またね、なんか発表とかあるかもしれないですね。アニメのなんか3期やりますとか、なんかあるかもしれないね。まあ、その辺も期待したいなと思います。では次で19位です。19位。キングダムというところね、こちら推定売上部数225,773部というところでね、まあ、この辺はかなり僅差ですね。3000部ぐらいゆるキャンでもキングダム売れてますよというところで、でキングダムは、最新刊が先月ですね、2月18日に発売されてますんで、まあ、最新刊対象になってない、対象になってないとか、最新刊は今月3月発売されてないんでね、まあ、そういう意味でさすがなのかなっていう感じですよ。22万部、先月も売れてましたよというところです。では次で18位です、18位。青足というところね、ついにアニメが始まってって、なんかね、思いのほか盛り上がってない、盛り上がってないというかね、見てる人がね、やっぱ少ない気がする。見てください、青足。マジおもろいよ。てか、原作ファンはね、もうほんとみんな泣いて喜ぶようなアニメ出来だったと思うんですけど、これ見たらおもろいと思いますよ。で、サッカーわかんなくても楽しめるんですかって意見もあったんですけど、俺、わかんなくても楽しめます。僕自身サッカーね、もう味方ない。サッカーやったら自分自身敵にパスしちゃうぐらいの、もうクソ下手なね、もう何も知識のない。人を見てもやっぱすごい楽しめる作品ですし、もうほんと熱いね。もう泣ける。で、サッカーだけじゃなくて、なんか家族とか仲間とか、そういうなんかストーリーも熱いのが青足なんで、マジおすすめなんですけど、こちら18位というかね、発売が2月28日ですので、ね、対象の期間にもろに、ね、入ってるというところですが、まあ、23万部という、まあ、非常に売れてるなというね、まあ、アニメからもっとね、伸びてほしいなっていう感じはね、非常にしてますね。まあ、累計部数は1000万部以上ね、突破しているという感じの作品になっています。はい。今回が27巻で1000万を突破したのかなっていう感じかな。J ユースサッカーマンが一押しです。アニメをぜひ見ていただけたら嬉しいです。では続いて、17位です。17位。タコピーの現在というとこね。こちら推定売上数242,708部。タコピー入ってきましたね。上巻しかないのにね。上巻しか発売されてないんですけれども、まあ、ね、これまでやって、例えばキングダムとかも何巻出てるのかっていう感じですよ。だって64巻とかでしょ、最新巻。っていう考えたらね、それはもう不利なわけですよ。1巻しか出てないわけだからね。タコピーの現在、上巻が、3月4日に、ね、発売されまして、んでも、すごいね。その1巻だけで24万部以上売り上げたというとんでもない。で、上下巻ですね、累計部数100万部突破したらしいですけど、さすがなと、ちょっと、やっぱ、もう連載終わりましたけどね、メディアミックス展開、アニメとか見たいな、映画とか見たいなってすごい思いますよね。まあ本当すげえ作品でした。はい。では次16位です、16位。かぐや様は告らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦推定売上部数258,794部というところで、さすがですね、かぐや様。3月18日に発売がされてますけれども、売上25万部。まあ多分アニメも3期やってますから、まあ正直もう、まあラブコメではほんと一番売れてる、もうほんと歴代でも累計部数一番多いんじゃないかなっていうこの作品なので、まあどこまで伸びるのかっていうのに注目。で、3期も今やってまして、ね、絶賛放送中ですね。またね、売り上げも伸びてくるのかなっていう感じがしますけど、最終的に2000万は突破すると思うんですけど、どこまで伸びるのかもね、非常に楽しみだなと思いますね。本編の方、まあ原作の方はもういよいよ最終章という感じだね。原作読むのももちろんおすすめですし、アニメもね、3期めちゃくちゃ面白いところなんで、超おすすめですよというところです。では次で15位です、15位。
自爆少年花子くんということで、推定売り部数29万931部ということで、花子くんもめっちゃ売れてますね、こちらに関してもね。ランキング対象にはちょっと外れてるんですけど、2月26日に最新刊発売されてます。まあまあ結構被ってはいるんだけれども、うん、まあでも非常に売れてるなということで、まあ30万部近く売れてるという素晴らしいなというところですね。僕もちょっと実は原作読んでないんですけど、アニメやってましたよね。アニメ僕実は見てないって。あんまり覚えで言えませんが、ちょっとね、機会を見つけてみたいなって思ってます。はい。では続いて14位です。14位。週末のワルキューレということでね、こちら推定売り部数317,085部、30万部超えてきましたよということで、やっぱこの作品も非常に人気ですよね。うん。で、まあ、アニメ日記もね、決まってますし、本当激アツ、もう本当バチバチのね、バトル漫画というか、怪異 VS 人類戦ってる作品ですけども、本当それぞれの勝負に見どころがあって、まあ、僕自身も非常に好きな作品ですけどね、30万部超えてきましたということ、おめでとうございます。はい。最新刊ね、3月19日発売とね、対象にしっかり入ってる期間ね、まあさすがなというところです。では続いて13位です。13位、スパイファミリー来ましたという声ね、最新刊9巻が、4月4日かなに発売がされてますんで、来月のランキング、来月か、まあ、今月ですね、4月のランキングにはもうすごい上位に来るんじゃないかなって感じがしてますけれども、8巻ね、これまでの感じだと11月4日に発売されてからずっと4月4日までは発売されてなかったという感じですんで、まあ、ここでランクインしてくるのはさすがとしか言いようがない。まあ、ちょっとアニメが始まるっていうことで変われた方もいらっしゃるのかなって感じはしました。結構なんか、スパイファミリーの、まあ、8巻前の巻がね、結構オリコンのランキングにパッと入ってきたりもしてたんで、うん、っていうところでね、30万超えとかで、来月、まあ、今月のランキング非常に楽しいなっていう感じがしますが、何部売れてくるのかね、最新刊も何部売れてるんですかね、まあ、多分今週の漫画売り上げランキングに出ると思う。まあ、金曜日ぐらい売り上げが正確に出るのかな。土曜日に僕自身も動画上げますけど、非常にね、楽しみだなと思います。普通に初動50万とかいきますかね、この先。やばいね、マジで。はい。楽しみです。では、続いて12位です。12位。来ました。僕のヒーローアカデミア、ヒロアカという、これ、まあ、これももういよいよ最終章に突入している、本当にもう激アツ展開が続いているというところですが、推定売り上げ部数344,630部というところで、ね、まあ、最新刊2月4日発売ですから、まあ、期間の間がめちゃくちゃ伸びた。もちろんね、最新刊もまだまだ売れたというところで、30万部超えとか、さすがですね、ヒロアカね。アニメ5期 ?6 期アニメもう何期の6期かな、まあ、まあまあ非常にね、そちらの放送も楽しみだと思います。はい。では続いて11位です。11位、早々のフリーレンという子ね。いや、さすがですね。推定売り部数362,638部という子で、まあ、こちらね、最新刊7巻の方が、3月17日発売されてね、オリコンのランキング1位になったな、週もありましたけれども、月間でも11位、まあ、惜しくもトップ10には入らずというところですかね。まあ、これもアニメ化待ったなしだと思います。早くアニメ化の放送じゃないわ、情報をね、早く入手したい流れてくると嬉しいなと思うんですがね。はい。まあ、毎度言うように私は C2C さんにね、やっていただけると最高なんじゃないかなと思ってます。楽しみにしたいなと思ってます。では、ここからトップ10入っていきます。第10位です。第10位。ワンピース来ましたという子はね、102巻の方が、今月の4日に発売されましてね、3月中は発売されてなかったわけですけれども、さすがですね、トップ10入ってきた。推定売り上げ部数369,381部というところでね、まあ、最近本誌もめちゃくちゃ熱い展開やってますから、この102巻もめちゃくちゃ売れるんじゃないかな。まあだから今月だ、4月のランキングですね。これ1位とかになってもおかしくないんじゃないか。非常に楽しみですかね。まあ、発売は新刊されてなくても10位という、さすがです。やばいございます。いや、本誌もね、やばいですね、マジでね。はい。まあ、ぜひね、本誌で読むのもおすすめだと思います。では、次第9位です。第9位。鬼滅の刃というか。いやー、強いですね。もうずっとランキングいない？まあ、きゆかけもやってましたからね、また売れたのかなと思いますけど、まあ、推定売り部数371,989部。原作自体はもう1年半前になるのか、2020年の12月4日に最終巻が発売されてからは、まあ、ずっと発売がされてないわけ、されてないというか、完結してるわけですけれども、まあ、さすがでしか言いようがない、さすがとしか言いようがないなっていうところで。すごいな、これ。マジでなんか、アニメ全貌あるまでずっとランクなんか何かしら入り続けるんじゃないかって感じしますけどね。恐ろしすぎるわ。おめでとうございます。さすがですというところです。まあ、言うかけもすごかったっすかね、クオリティがね。はい。では次第8位です。第8位。ドクターストーン来ましたということでね、まあ、ドクターストーンもついに完結を迎えまして、時間が最終巻という感じになりますが、今回25巻で3月4日に発売されましたね。まあ、しっかり期間に入っているというところで、
まあ、37万部。まあね、累計部数もね、しっかり1000万、1200万部とかな、突破したという、まだまだ伸びるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、ひとまずね、やっぱドクターストーンって面白いの売れないってずっと言われてたんでね、まあ、なんとか1000万部って大台を超えて、まあ、良かったのかな。まあね、まだまだね、売り上げ伸びてほしいし、まあ、アニメの産地とかもね、非常に楽しみだなと思ってます。はい。では、次第7位です。第7位。ブルーロックという子ね、ブルーロックもね、まあ、やっぱアニメがまだ始まってないからかもしれないけど、意外となんか盛り上がってないのかな、僕は勝手に思ってるんですけど、どうですか？まあ、原作勢だとちょっと何とも言えない。アニメ勢の人からしてどうなのかって感じはするんだけど、あのブルーロックもね、今年かな、まあ、放送が決まってるって、まあおそらく秋アニメなんじゃないかなとね、勝手に思ってますけれども、まあね、今年はサッカーアニメが熱いということで、今、オアシやってますけど、ブルーロックもやるということで、いやー、マジ楽しみですね。まあでも正直、制作会社とか制作人によってはマジ炎上するんで、どんな風に、まあ1話とか結構炎上するような話なんで、まあこれをうまくアニメに落とし込めるのかとかね、どんな風に変えてくるのか、または変えないのか、まあそれもね、楽しみなとこですが、まあブルーロック38万7252部、さすがかなと。まあ多分、アニメ始まったら毎回トップ5ぐらい入ってくるかもしれないですね。そんぐらい売り上げかなり伸びること期待していいんじゃないかなと思います。はい。では次第6位です。第6位。ミステリという流れと言って、なんと50万部超えてきました。推定部数50万2202部ということで、最新刊10巻発売されたのが昨年の12月10日という、こうね、まあ、完全これドラマ効果ですね。菅田将暉さん主演で月9話かなでやってたと思うんですけど、ドラマの方が。で、僕自身も原作もちょっと読んだぐらいでね、もうこれアニメ化とかされてないんじゃないかな、ミステリという流れ。されてんのか？まあね、でもすごいですね。新刊も発売されずにこんだけ売れてくる。まあ、さすがのドラマ効果っていう感じがするかなと思うんですけど。まあ、ドラマもなんかね、割と賛否分かれてたって話は聞きましたけれども、うん。ドラマ、アニメはされてませんよね。アニメでも全然できると思うんで、まあ、ミステリー作品という感じでね、なんかすごい、なんか序盤みたいな感じで不思議な感じもする、さよような作品だったんですけれども、まあ、もともと非常に売れてる作品でしたけれどもね、今回50万部超えてきたよ、というところね。いや、おめでとうございます。はい。まあ、まあ、さすがというかすごいなと思います。まあ、アニメ化とかもね、ぜひね、待ちたいなと思います。まあ、10巻のもっとやってると思ってたら、なんか漫画賞とか毎回入ってますね、この作品もね。はい。第6位となってます。では、ここからトップ5やっていきます。第5位です。第5位。来ました。テンスラコミカライズという、こうね、テンスラ強いっすよね。まあ、最新刊出た時には、まあ、1位取ってましたけれども、まあ、週刊売り上げでね、3月9日に発売されまして、56万462部という、こうで、まあ、テンスラね、もちろん原作ラノベめっちゃ売れてるけど、コミカライズが超人気だっていうところでね、まあ、アニメの方も非常に人気が高くて、映画化も今度されました。オリジナルストーリーということで楽しみですけれども、まあ、コミカライズも超人気だな。50万部超え、第5位となってます。はい。さすがです。では次第4位です。第4位。来ました。キセコイということで。いや、えぐいなぁ。アニメ効果はやばいっすわ。本当にこの作品は。推定売れ部数61万9132部というところで、まあもう、とんでもない売り上げをひたすら記録していったというところで、先月がちなみに何部売れたの？先月が40万6226部。さらに伸びたのかなっていうところで。まあアニメのクオリティも非常に高くて、それをね、アニメが素晴らしくて円盤買った、原作買ったって方も非常に多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、僕自身もね、もともとウェブで漫画アップさんかなんか読んでたんですけど、もう単行本を買い始めたっていう人間ですし、円盤も買ったというか、まあ結構自分もね、売り上げに貢献してるというか、もうこのアニメにもどっぷり使ったというね、ハマったという人間ですが、第4位というか、すごいね、ほんとアニメの放送、によって累計部数も250万部200万部ぐらい増えたというところでね、まあ、本当に売り上げもめちゃくちゃ売れてるというところで、まあ、まだまだこの人気はある程度持続していくんじゃないかなと思いますし、まあ、2期がね発表待ち遠しいなっていう名前、まあ、来るさすがに来ると思うけどね、まあ、こう待ち遠しいなと思いますが、いや素晴らしいですね。第4位でおめでとうございます。はい、さすがです。素晴らしい。では続いて第、これトップ3入っていきます。第3位です。第3位来ました。怪獣8号ということですね。いや、強いな。推定売り上げ部数67万9046部というところでね。こちら3月4日に最新刊6巻が発売されましたから、まあその効果もあって、まあ67万。これアニメが前ですよ、まだ。まあスパイファミリーの時もずっと思ってたけれども、まあ正直まあ最近で言えば、まあ早々のフリーレンと怪獣8号はもういつアニメ化発表来てもおかしくないのかなと思うし、まあめっちゃ盛り上がりますよね、間違いなくね。今期もやっぱ新作アニメが非常に熱いなと思いますけど、まだまだね、いい新作、凄まじい作品が、もういくらでも漫画原作のままで残ってますんでね。いや、非常に今後の展開も楽しみですが、怪獣8号、まあいろいろ言われてますけれどもね、いや、
言われてもこんだけ売れとるはもうおもろいっていうことやろっていうもうほやもや思ってしまうぐらい。まあ最近展開ね、あの幸い面白いですから、あのジャンプラスのコメント欄とかあんま荒れてないですかね。67万すごすぎるわ。おめでとうございます。さすがですね。はい。アニメ化とか言ったら100万部とかいきますね、多分月間ね。いや、楽しみだなっていうところです。では次第2位です。第2位。来ました。東京リベンジャーズという子はね、推定ブレイク数848131部という子はね、あ、東京リベンジャーズはもうオワコンだと、まあ、アニメ終わって話題になんなくなったなとか言ってるね、方々がいらっしゃるんですが、これのどこがオワコンなのかという子はね、まあ、まあ、グッズもなんか結構東京リベンジャーズは売れてるっていう話、なんか呪術廻戦、呪術廻戦、なんかね、何かのグッズがなんかすごい売れ残ってるみたいな話をなんかよく聞くんですけども。まあ、東京リベンジャーズ、まあ、オワコンのかけらもないですね。まあ、正直、この作品はアニメに決まってますけど、まあ、ちょっと声優がね、ちょっと交代する部分が、ちょっと不安はまあ、もちろんあるんですけれども、まあ、まだまだね、人気は、まあ、衰えずに続いていく作品かなと思いますし、まあ、ほんとね、売り上げもすごいね、これ。まあ、最新刊が4月発売ですよ。だから、前巻が、2月17日か。に発売されているので、まあまあ多分、まあ来月、今月のね、ランキングはもう100万部は超えてくると思うんですけれども、すごいね、まだまだ売り上げも、もう本当、とどまるところを知らない。まあ、アニメの時にめちゃくちゃ売れたんですけど、すでにめちゃくちゃ売れたんだけど、まだまだめちゃくちゃ売れてるというのね、オワコンのかけらもねえのかなというか。しますかね。さすがですね。本地もの方も、ほんと今、最終章みたいな感じで、まあ、非常に熱い展開やってますんでね。これを機に、最新話とかね、参考本とかで追うのもいいんじゃないかなと思います。はい。そして、いよいよ第1位発表していきます。第1位皆さん何だと思いますか？第1位は、こちらの作品です。第1位。呪術廻戦という、これ映画の興行順位130億とか突破したんでしたっけ？もう、すさまじいね。なんか、アナ雪の報酬を超えたみたいななんか情報を見ましたけれども、推定売上部数86万218部というところで、東京リベンジャーズね、この激アツの戦いを制して、激戦を制して、第1位呪術廻戦ということで、いや、おめでとうございます。いや、この作品もね、もうアニメ化でもめちゃくちゃ売れまくって、もう売れ切ったんじゃないかと、もう、一時期週刊漫画売り切れランキングもほぼ全巻ランクインしてるって、もうわけのわかんないぐらい売れてたんですけれども、またね、呪術廻戦ゼロのこの映画効果で、まあ、非常に売り上げも伸ばしてまして、86万部ということで、これ先月の売り上げ見たら、先月は100万部か、あ、先月トークリベンジャーズが140万部売り上げて、やばいな。この2作品はね、結構なんか、鬼滅と違ってなんかオワコンになったみたいな。まあ、鬼滅ってだってやっぱ連載終わってもあんだけ人気だから、まあすごい、まあ鬼滅はやっぱとんでもない作品なんだけれども、呪術廻戦とか東京リベンジャーでもまだまだとんでもなく人気ですね、間違いなくね。えぐいなって感じですけれども、ね、第1位という子ね、いや、本当におめでとうございます。で、呪術廻戦に関しても、東京リベンジャーズに関しても4月に、ね、新刊発売されます。まだですね、ワンピースとかもね、発売されますんで、今月4月のランキングやばいことになりそうですね。100万部超えが3作品は、普通に出てくるんじゃないかなって感じがしますけれども、まあ、来月のね、月刊漫画売れ行きランキングもぜひお楽しみ。またですね、週刊漫画売れ行きランキングがね、毎週やらせていただいてますし、漫画関連の動画、ね、他もね、上げたりしてます。それがね、僕自身、アニメの感想ランキング情報とか、あとラノベの紹介もね、たまにやってますんで、ぜひこれ機にチャンネル登録や高評価の方もしていただけたら嬉しいです。ということで、締めたいと思います。本当ですね、皆さん、今回もご視聴いただきありがとうございました。